ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。武田邦彦です。本日はですね、3日ぶりに日本人の幸福と社会に帰りまして、第5番ですね。まあ今は健康のことについてお話をしておりますが、ちょうど第1章を健康にしてよかったですね。紅麹の問題が起こりましてね、皆さんとても心配されてると思うんですが、まあ個別の情報とかですね、お医者さんのその臨床的な、まあ腎臓に関するものとか他のものについての情報はいろんなところに出るでしょうから、私の方からはですね、科学と紅麹というか、まあそういうですね、科学全般の話から見て今度の事件はどう見えるかと、それでまあ身を守るためですね、自分の身なりご家族の身を守るためにはどういう基本的な考え方でなければならないかと、まあこれ今度の問題はですね、紅麹というものの問題かもしれないし、また会社の体質の問題かもしれないし、またもともとその他のお医者さんとかそういう問題かもしれないわけですね。で、ある事件が起こりますと、人によっては非常にこう知識が少ないとか、一部から光を当ててみるとか、細かいことが気になる人とか、そういう人はまた引っかかってしまう可能性があるんですね。ですから常に対極的に見るってことと、少し自分の身を引いてみると、引いてみるのと個別に、例えば彼がけしからないとかあれがけしからないとあるんですけど、よくまあ私のブログなんかでもよく私ご注意申し上げるんですが、批判的なことは良いことではあまりないんですよ。もちろん正しい批判によって世の中は良くなるんですけどね。それはしかし過度になりますと、むしろバックしちゃって、まあ今度だったら食品のまた問題が続いてくるってことになるんですね。だから必ず全体的かつ全身的にものを考えた方が、人生は少なくとも幸福になります。つまりそういうのに巻き込まれませんからね。日本にはとても残念なんですけど、悪い人がすごく多いんですよ。ですから、悪い人を一人一人やっつけてもですね、全部やっつけるまでに人生が終わっちゃうんですね。ですから、悪い人をやっつけるんじゃなくて、良い方を知るという方がですね、ずっといいんですね。石川五右衛門じゃないんですけど、浜の政子は尽きぬ友、尽きる友だ。要するに、海岸の砂がね、全部尽きちゃっても、世に盗人の種は尽きまじ。いや、盗人はなくなりませんよ、と。まあ、いう有名なね、句がありますけど、まあ、まさにその通りなんですね。ですから、まあ、あまり批判じゃなくて、前向きに考えてみたいと思います。おそらくですね、テレビ、新聞とか、インターネット関係ではですね、マイナスの方が次から次から出てくるでしょう。あの医者がこう悪かったとか、製薬会社のここが悪かったとかですね、そういうのが出てくるでしょうけど、もうちょっと違う目から見るっていうのが今日のこの、紅麹の問題ですね。犯罪か制度かというタイトルをつけましたけども、紅麹事件とか食品と健康の問題をですね、科学的な視点から考えますとね、科学ではね、どういう考えかっていうことなんですが、自分がこう研究したり解明したりしようとすることの、このどこかにインチキがあったり、どこかのデータが嘘だったり、それから嘘つきが研究チームの中に入ってたりしますとね、どんなに簡単なテーマでも成功しません。科学というのはその点すごく厳密でですね、隅から隅までクリアでも目的のことをやるためにはね、人間の頭が少し不足するんですよ。だから我々の頭で批判とかね、チームの中に批判ばっかする人とか、それから嘘をつく人がいるとね、それが10人に1人でももうダメなんです。我々の頭脳っていうのはその程度なんですね。で、今度の紅麹事件ってはそれをよく表しております。どういう点で表してるかっていうとですね、まずコレステロールっていうものの科学的な誤りがあるんです。だけど、普段これを言いますとね、どういうふうな答えが返ってくるかっていうと、皆さん普通の生活してるから、まあいいじゃないかと。まあそんなことをガリガリとね、うるさく言ったって、どうせコレステロールでいいじゃないか。しかも悪玉とか善玉とかあるわけですね。人間の体の中に悪玉、善玉ありません。全部必要だからあるわけで、悪玉とか善玉とかありませんね。一般的に言われる LDL コレステロールってやつは、まあもともとそういう脂質じゃないんですけど、運搬屋さんのこと言ってるんで、それがまず定義が間違ってる。
それから LDL コレステロールは決して悪玉ではありません。悪玉、体に悪いものというのは体にないんですよ、もともと。それからもともとは LDL コレステロールは肝臓で作りますけどね。そういったその自分の体が自分の体に悪いものを作らずないんですよ。それから、まあそういったね、要するに間違った定義、間違ったことを言って正解を求めるっていうことはもうできないですよ、科学はですね。ですからまあこのベニコージ事件なんか起きたら私の言うことが少し分かっていただけるんですが、普通ですね、私が悪玉なんかないのか訂正してくれとこう言うんですね。まあ噂によるとですよ、噂によると LDL コレステロールを悪玉コレステロール、もう一個善玉コレステロールと呼んだのは NHK だと言ってるんです。言われてるんです、一般にですね、広く言われております。したがって NHK は自分が言った言わないに関わらず、やはり一回ですね、ステートメントって言いますか、放送しなきゃいけないと私は思うんですね。これだけ広く蔓延してるんですから、 NHK が作らなくても一回でも NHK の番組で悪玉コレステロール善玉コレステロールって言ってたらですね、これは違いますと、両方とも必須ですと。 LDL コレステロールって言ったら悪玉っていう方が本来必要なコレステロール。コレステロールってのは非常に人間の細胞膜を作ったり、まあ、脳ではね、脳でまたコレステロール合成したりしますから難しいんですけど、まあ、大きく言えばですよ、大雑把に言えばコレステロールってのは人体の中で使って、例えば、細胞を健全にするとかですね、それから頭の絶縁材料にするとかいうことなんですね。我々がですね、お風呂に入ってもなんで体が溶けないかっていうと、油でできてるからなんですよ。基本的には人間の体っていうのは油でできてるんですね。油でできてるから油のものを必要とするんですよ、ね、だから例えば食べる時も脂肪は避けなきゃいけないとかね、油っぽいとか言ってなんとなく悪い印象がありますけど、我々の体自身が油なんですよ。ところがね、例えば血液だとか細胞液の一部とかそういうものが今度は水なんですね。血液は水なんですよ。そうすると変なことが起こるんですね。体は油なんだけど血液は水だと。ここのとこだけ単純に考えましょうか。そうすると体が油だから油のものを血液で運ばなきゃいけないんですよ。油のものを血液で運ぶと。ところが血管自身はこれ体ですからね。血管という体は油でできてるわけですよ。だから油の管の中に水を通し、その水の中にどうしても油を通さないと、我々の体は末端の細胞が油を必要としてますからね。からどうしても油を送らんといかん。じゃあ油の管に水を流して、そして油のものを流すと、その油のものはやっぱり血管壁とかなんかにつくんですよ。で、これをどう解決するかっていうのはいろんなやり方があるんですけども、一つは、LDL コレステロールみたいに本当に必要なコレステロールと、それから HDL コレステロールみたいにどうしてもコレステロールが壁につくから壁についたやつを剥がしてもう一度肝臓にこう戻すというものと二つ必要だってことになって、それでコレステロール系っていうのは大雑把に言えばですよ、これね専門家が言うとね難しく言うんでね、なんだか分かんなくなっちゃうんで僕は簡単に言ってるんですが、したがって必要なコレステロールと、それからその必要なコレステロールだけども輸送するときに道端に落としてきちゃうやつ、それを拾い集めて悪さしないようにしてもう一回肝臓に返してもう一回肝臓で作り直すっていう、そういう役割を果たすやつと二ついるっていうことですね。ええ、コレステロールっていう定義自身もちょっと違うんですけど、そこまで普通の人が理解することはできないし覚えることもできませんのでね、まあコレステロールと思ったらいいと思います。それから LDL コレステロールの中でもまたいろいろあるんですよ。まあ簡単に言うと小さいコレステロールと大きいコレステロールがあるわけですね。問題をよく起こすのは大きい方のコレステロールなんですね。ですから LDL コレステロールをまとめてね、悪玉コレステロールなんて呼ぶとね、20にも30にも間違ってるわけですよ。で、普段私は自分のことが正しいとか言ってるんじゃないですよ。聞いてる方に役立つと思って言ってるんですけど、悪玉コレステロールって言うと人間の頭の中にね、LDL コレステロールが増えちゃいけないと思っちゃうんですよ。どうしても思っちゃうんです、人間は。それが僕が言ってるように科学として考えるときは嘘は絶対ダメだと。それからいい加減な定義とか、いい加減な実験とか、いい加減な用語の使い方って絶対ダメだと。それやってると間違う。今度がそれなんですね、ベニコージ事件ね。これ
主婦の人とかいろんな人がね、体の具合悪くなって言ってますけど、コレステロールを下げようと思ったって言うんです。悪玉コレステロールを下げようと思った。その人のコレステロールの値は下げる必要のない値でした。で、どうしてそういう錯覚に陥るかっていうと、悪玉コレステロールという間違った名前を使う。コレステロールが多いと病気になるという間違った何か番組を聞いちゃったと。それから、コレステロールがなんでお医者さんが勧めるのかというと、そのスタチンというコレステロール制御薬が値段が高いんです、薬価が。で、これはね、大変にすごい事件があったんですよ、本当はね。これは多分2009年だと思います。2009年の厚生省の内部の検討会で、コレステロールっていうのはそんなに下げなくていいのに、なんでやるのかっていう疑問が呈されてですね、議論がされました。その結果ですね、二つ提案されて、一つはみんなが認めたんですね。それはコレステロールの多い食品を食べても体内コレステロールは変わらないということですね。ですから、例えばそれまでは卵1個までなんて、毎日1個までなんて言ったのが、いや、それ制限なくそうって話になって、まあ、制限なくすとね、今度卵1日20個も食べる人もいるから、まあ、3つぐらいまでいいですよ。あと、食品から入ったやつはあまり関係ないですよということを国民に言おうってことになった。これは僕の記憶では2015年に厚生省からその通達が出てますが、ものすごくわかりにくい通達なんですよ。何言ってんだかわかんないような、ただ一言、コレステロールは食品から入っても体内で合成するのが 80% もあるから、あまりコレステロール量は変わりません。もともとコレステロールってのはそれほど量が増えたから悪いことをするっていうもんじゃありませんと、こう書けばいいのに、なんかアメリカではこうだ、なんとかではこうだって山ほど書いてあってですね、つまり今までの厚生労働省のメンツを立てるため、もしくはコレステロールの診療でお金を儲けてる先生なんかの立場を考慮して、国民に分かりにくいって言うんですよ。厚生労働省って国民の税金でやってんですから、お医者さんなんか別に重く感じることないんですよ。いや、僕いつもお医者さんのこと言うとね、日本のお医者さんって素晴らしいんですよ。よくわかってるんです、僕。もう家族にもいっぱいお医者がいるんでよくわかってるんですが、あ、これね、僕ね、この頃ね、これ説明を一生懸命してるんですよ。わかりやすく。だけど、もうね、今家族にもお医者さんがいっぱいいるんですがってことを一言言うとね、僕のこの15分ぐらいの話の肝心なことは絶対伝えないで。武田は紅工事のことを言ってるけど当てにならない。なぜかったら医者が家族にいっぱいいるらしいからって。こういう方面から来るんですよ。これが嫌でね。ほんと嫌なんですよ。この汚れたっつったら僕日本が好きだから嫌なんですけど、汚れた日本の社会でも僕みたいに全く儲けに関係なく、全く自分にも関係なく言う人が一人ぐらいいると。まあ僕じゃなくてじゃないですけどね。僕は絶対そうですから皆さん。そう思わない人は、ひばりクラブにいなくていいんですよね。ところでどこまで話しましたか？それで、そういう体質の中に今度お医者さんいるんですよ。だから、医師会全体もそういう雰囲気の中だと、中間ぐらいの医者が全部お金の方に走っちゃうんですね。これは先ほど科学の問題を言ったように、嘘も一つでも入っちゃいけないんですね。で、今日の報道を見ますとね、この紅工事に関係してる医者がだいたい年間2000万円ぐらい、どっかから金もらってた製薬会社ですかね。だから、それはね、日本社会全体を誠実革命で良くしなきゃいけないんですよ。それはそうなんです。だけど今日の紅工事の問題についてはやはり LDL コレステロールを悪玉コレステロールって呼んだ人、その人はやっぱり私が呼びましたと、すいませんと、直してくださいというふうにやっぱり発信してください。NHK も放送してください。まずそれが第一です。それからコレステロールの今制限が200になってるんですけどね。データをずっと見ますとね。昔から僕コレステロールの問題は指摘してるんですけど、250までは問題ないんですよ。で、むしろ日本人が一番健康な状態はコレステロール240ぐらいだと言われてるんですね。で、300まではまず病気とは言えないでしょうね。ですから今規制が200っていうのはなんで200になってるかっていうと、スタチンという値段の高い薬を売らせるためなんですよ。これが医者と厚生労働省と製薬会社の癒着なんですね。で、これも科学的に考えますとね、
そういう癒着のお金かなんかで癒着があったり、厚生労働省の係官が一人でもですね、製薬会社に天下りしているような状態ではですね、やはり日本人の健康は守れません。科学的には守れません。これはいつも今言ってるように、嘘や儲けの判断と科学は共存できません。ということは、日本人の健康を守ることはできません。で、もう一つのこの問題はですね、全然こう違う問題をもう一つだけご指摘したいんですけども、それはですね、サプリメントっていうものは危険だってことなんです。なんでかっていうとですね、機能性食品とかいろいろ言うんですけど、薬も危険ですけど、薬ももちろん副作用やら何やらあるんで、ほとんどの病気は遺伝病。お医者さんが病気を作ってるっていう考えの人もいるぐらいで、これもあながち間違いじゃないんですね。というのは私若い頃10年ばかりですね、血管の代替材料、血管が破れたような人をつなぐとかね、それから骨が悪くなった人をつなぐとか、そういうその、いわゆる生体材料ですね。それを、ある非常に高名な先生なんで、その先生の名前言えませんが、その先生と10年ぐらい研究した。最初の頃私ね、アホでね、血管に似た材料を作ったんですよ、試験。骨に似た材料を作った。そしたらことごとく失敗した。人間というのは非常に鋭くてですね、我々人間がこれ似てるなぐらいじゃダメなんですよ、先生。もっともっと高度なんです。人間が異物と感じるの。だからものすごく血管に似た材料を作るでしょ。そしたら、お医者さん、これは素晴らしいですね、つって。もう、その血管でもう死にそうな人がいますから、すぐにそれを使っていただいたことがある。そしたらもう血栓がバーッとできてですね。ひどいことになったわけです。で、どこまで近づけてもダメなんです。その後またいろいろ研究は進んでおりますけど、今から40年ぐらい前ですけどね。で、結局、僕らの結論はどういう結論だったかっつったら、ダメだと。今の人間の科学で似せたものはダメだと。むしろ違う方がいい。ということでですね。例えば、世の中にないような材料ですね。例えば、骨だったらチタンがいいと。チタンっていうのはね、チタンの金属ですけど。チタンっていうのは、この地球上にないんですよ。人間が電気で作ることはできるんですけど、チタン金属っていうのは自然の環境じゃないんですね。それから有機物だったらフッ素化合物とかね。ポリエチレンなんかはあるんですけども、ほとんどないように近いものなんですよ。そういったものをより自然にあるものから遠ざけるものですね。だから、よく石油製品は人工物だっていうか、あんなの全然人工物じゃないんですよ。石油製品が人工物だったらどんどん体に使えるんですけど、使えないんですよ。やっぱり特殊な反応をさせてね。それで、ちょっとこれは自然と違いますと。そうするとね、人体わかんないから。飲んでもそのまま通過しちゃうしね。組織の中に入れても知らん顔してるんですよ。で、僕はそういう研究を通じましてね、サプリメントとか、健康食品とかは危ないと思ってたんですよね。なぜ危ないと思ってたかったら、この人間に近いんですよ。だから食品もある程度、日本の伝統的な食品ですね。お米とか、味噌汁とか、魚とか。白菜の漬物とかそういう伝統的なもののがいいですよと。ヨーロッパから来たものとか、それから見たことのないような南方の果物は、食べてもいいけど、あまり習慣になっちゃうとまずいですよって言ってたのはそれなんですね。それから牛乳の製品ですね。牛乳の製品なんかも、やっぱり危険性がいっぱいあるっていうのはなぜかって言ったら、その僕のそういう研究体験から言って、人間というのは非常に微妙なんですよ。これは生物が多分微妙なんですね。ですからそれを知ってなければいけないということで、今度のことはですね、機能性食品とかあるんですけど、これは中小企業の人が手がつけられるような、薬品ではちょっと手がつけられないんで、難しくてお金がかかってですね、1個作るのに1000億とかそうなっちゃうから。そうするともっと簡単な食品に近いけれども、少しの薬効があると、薬としての効果があるっていうものを認めたわけですね。その時僕危ないなと思ったんですよ。で、僕はほとんどサプリの使っておりません。しかし、この前ね、ある調査機関の調査レポートを見ましたら、日本人の約半分がね、サプリを使ってるっていうのがあったんで、今日このね、日本人の健康と社会という中に入れたんですね。多分ね、サプリ安全だと思ってるんですよ。人間に近づくほど危ないんです。食品に近づくほど危ないんです。ですから、
一番危ないのは機能性食品とかサプリであって、それからそこの間に例えばヨーロッパから来たバターとかチーズとか、それから南方から来たなんかちょっとよくわからない果物とか、そういったものがあって、それからその先に一番安全なのが日本人が昔から食べてるものなんです。ですから我々は日本人が昔から食べてるものを食べながら、時々楽しみに外国から来たものを食べて、それからサプリなんかはまあ必要に応じていやいや使うっていうような総合的な判断が必要だと思います。この話は出てこないと思うんですよ、マスコミには。っていうのはこの話が出てこないのはメーカーがいるからですね。そこに忖度しちゃうんだけど、僕は日本人の健康を第一に考えて、僕はね、牛乳のメーカーに昔から言ってるんですよ。あなた方が売ってる牛乳は日本にとって大切だけど欠点があると。だからその欠点は牛乳メーカーの方から言ってくれと。あのね、物を売るときにね、あの物を売るというときに誠実な人はね、その物が日本人に合わないことはその物を売る方から言わなきゃいけないんですよ。それが科学とか健康とかそういうものに関する専門家の本当の責任なんです。例えばね、牛乳でしたら牛乳のもちろん消化不良の下痢はもちろんありますし、それから牛乳を飲んでカルシウムが取れるっていうのはね、牛乳の中にあるタンパク質とカルシウムが結合してて、むしろ骨の成分にならない人が多いんですよ。だから骨粗鬆症のご婦人がね、牛乳飲んでもほとんど意味がないと、むしろ骨粗鬆症を進行させちゃうというようなことを知られてるわけで、そういう牛乳にまつわるまずいことは牛乳メーカーが言わなきゃいけないんですよ。逆なんですよ。僕が牛乳メーカーにそんなこと言うとね、牛乳メーカーが僕に批判してくるんです。それじゃダメなんです。それは誠実革命じゃないんです。日本人の商人道徳、商売道徳っていうのは、自分がやってることが社会に対して具合悪ければ、それはやっぱりその人から言わなきゃいけない。我々だったら、我々の教育が悪いところは我々教育者自身がここが悪かったと言わなきゃいけない。改善しますと。それが専門家の、専門家としての日本人なの。日本人の誠実さっていうのはそこにあるわけですね。まあ、ということで、今度の事件をプラス側に考える。批判ばっかしてね、製薬会社がどうとか言うんじゃなくて、我々が知らなきゃいけないのはコレステロールは多めでいいですよということと、それから人間の体に効くようなものから危ないですよと。この二つをね、それから伝統的なやっぱり食事とか、体に入れるものは伝統的なものじゃないと、日本人の体がそうできてるわけですからね。それをすぐに改良することはできません。1万年ぐらいね、パンと牛乳を飲んでれば、多少慣れてくると思う。まあそういうことを一つ参考にしていただければと思います。